長葉の荒野坊木は、菊花荒野坊木属の落葉性小低木。地下茎は太い。根元から細く硬い枝を創生し、高さは50から1 2 0トルになる。枝はよく分子し、やや褐色で、まばらに短毛が生えるかまたは無毛。葉は、一年生の長枝につく葉と、前年枝の溶液の短枝につく葉の2形態となる。一年生の枝につく葉は生し 好皮心型から卵型、甲卵形で、長さ2から 6cm、幅1から 3.5cm になり、円は微小な突起状の巨子がまばらにある。二年生の枝につく葉は、単枝に3から6個が多製し、楕円型から長楕円形、強調楕円型で、長さ2.2から 8cm、幅1から 2.5cm になり、円は細巨子がある。 葉に、傭兵はないかまたは、短い傭兵があり、基部から出た三つの葉脈がやや目立つ。葉の両面は無毛かはまらに短毛が生え、表面はやや光沢があり、裏面は白色を帯び、時に、裏面新脈状にまばらに毛が生じる。花期は8から10月。登場果樹は二年生の枝の葉が、多場性した単枝の先に一個付き、上向きに開く。双方は、 長さ12から18ミリメートルになる円柱型で、双方辺は7列あり、福瓦状に重なって並ぶ。小花は両性の筒状花のみからなり、長さは15から18ミリメートルになり、白色の花冠が五進列し、列片は線形でねじれる。頭花あたり5から7個の小花がつく。果実は長さ7ミリメートルになる、やせかでまばらに短毛があり、 泡褐色の長さ1 0トルになる冠毛がある。本州、四国、九州、津島に分布し、やや乾燥した山林のソリンのもとに生育する。ジャモンイ岩地に多い。世界では中国大陸南東部に分布する。和名、長葉の荒野坊起は、長葉高野暴の坊起の井で、同族の荒野坊起と比較すると、花枝につく葉が長いことによる。しかし、 それぞれを1年生と2年生の枝で比べると、必ずしも長場の高野帽器の方が長いとは限らない。種商名グロブリシェンズは、やや無物の意味。外部形態に変異が大きく、次のように種内分類群が区別されたことがあるが、区別は難しい。ありがとうございます。